の勢いだししました。ナッシーこんばんざい。さっきたこ焼きとあれを食べたんですけど、私は今からアイスを食べます。ケミちゃんもしかしてさ、ね、座っちゃってる。よし、ポンこんばんざい、こんばんざい、ありがとう。さっきえらいジュエちゃん偉すぎてどうしよう。生麺こんばんざい。爪とか、あ、おそろい。本当だ。今日は麺をキラキラにしました。え、本当だ、自信があったって。何アイス？和歌山県で。和歌山県で和歌山で自信あったって。ゆるちゃんの、え、どうなんだろう。こちら売れてないと思う。一緒だね。こちら、せいりゅう、こんばんは、せいりゅう。ザイザイ、そう、とろける生チョコレートインバニラミルピー仕立て、大阪最終日の夜です。数量限定販売だったので買いました。あっという間に明日の3日間で車で飲むやつはこちら青汁。これが美味しい。早かった。私の好きな青汁だよ。頑張って自信大丈夫。え、こっちね、揺れてないかも。揺れた。あらま、かわいい。多分揺れてない。上の階そばにこれ行くと、めいちゃんが楽しそうに大阪で待ってたのが伝わって嬉しかった。いや、ありがとう、ね、心配を。東京に行ってみんなに会いたいって思ったし、でもやっぱあんた大阪おっありがとう、あんたいのも嬉しいなって思ったし、やっぱどこにいても私はステージに立つのが好きなんだなって思いました。安泰は和歌山で地震発生。よかった、おそろいで。そう、怒った時のジラちゃんの怒り。マスキン、こんばんざい、こんばんざい。え、おいしそう。塗り直した。こっちに来て塗り直した。ちゃんとさっき食べたたこ焼きの中に、なんとこんにゃくが入っててびっくりして、美味しかったです。ひななたくん、こんばん、お疲れ様でした。お疲れ。セイリュネイルチョコ色。そう、今日のさっちゃんトイプみたいで可愛かったね。気づいてくれて、アイス美味しそう、ね、これ私のすごくおすすめのアイスです。芯の5弱って聞いたが、え、あのね、私たちは大丈夫だった。食べて大丈夫。私今日ね、実はあんま食べてなくて、若いもんが上がってて、大丈夫。のんたたこ焼きが初めてのご飯ぐらいでした。のんたがチンパンでしょ。1時5分まで休憩できたよ。ありがとう。スーパーカップに水分ジュリアだ。スーパーカップのカスタードクッキーにする。あ、見た、それさっき見ました。久しぶりだったね。キッシーさん、こんばんは、お疲れ様でした。ありがとうございました。小原おつづり、そして中山さん、小原さんさ、プロフィール見たよ、もう早速イベント。お疲れ様でした。見たよ、ありがとう。今朝地震があって震度4で、なんたがチンパンでしょ。震度3で言って5とかでしょ。大丈夫だった。カズさん、こんばんは。ヤホーカズさん、気をつけてね、みんな。まあ、多分全部食べられないんだろう、ね、元気。ちいちゃん、お疲れ様、ありがとう。これだけの子さっき帰宅してヘロヘロで、もう落ちる、落ちちゃう。楽しかった。落ちた。たまらんでしょ。早く東京で会おうね。買ってくればよかった。何味？ケミタ、楽しみたね。久しぶりじゃない？チョコレート味。大阪館でいい？大阪。たこ焼きはソースにしたよ。ちょっと楽しみだけど。どうしようか。自分で作るたこ焼きにはこんにゃく、紅生姜、紅生姜はあるんだけど。さっきのオンラインラクイチラクダは名古屋らしい。こんばんは。オンラインラクイチラクダだったんですけど。メイン配信、マイク配信を見つつ iPad で漫画を読んでる三画面。それ強くない？情報量やばそう。うのんつさんの全部使うみたいなね。何してんの？いつも前に出してる。びっくりしちゃった今。よいしょ。そう、星面はいつも可愛い。なんで言ってた？いや、今日はなんかジータ、こんばんは、お疲れ様でした。ありがとうございます。ポワポワしてた。あ、そう、さっきはね、名古屋じゃない、大阪。さっちゃんのことをサチって呼んでます。オンライン楽市ラクダだったんですけど、なんか結構人の名前をなんか自分なりにこう呼ぶ予定、なんか呼ぶ小焼き週が時があって、大阪のたこ焼きと今は大阪の牛丼。さっちゃんのこと、笹川さちゃんのことをサチって9個入りのたこ焼きかな、呼ぶ。すっごい美味しかった、サチ呼びが多いです。牛丼食べました。絶対美味しいやつやんけ、絶対買う。美味しかったです。美味しいじゃん、絶対。そしてでででで、セブンイレブンで買ったよ。やめなきゃ、セブちゃん、本当にさ、そうのアイス会いたい。いや、これはデザートになります。
これめいさんが前にね食べてて、そうだよ、食べたいって思って探した時にはないの。なかった。大阪の牛丼って何か違うの？大阪の牛丼はね、今スケジュールを見たら17に会えない、次はまさかの28にぶっ飛ぶ。一緒よ。嘘でしょ、そんなことがあっていいのか。今日は内巻きなのね。かわちいめいちゃん、ありがとう。髪の毛が茶色くなったからさ、髪色がかわいい。ほんと嬉しい、赤になりました。どうですか、赤髪めいちゃんです。今日は初ハーフアップをしました。別腹、高級なやつ。でもこれなんかね、ハーゲンダッツは数量限定なんだって。メイはハーゲンダッツは抹茶かクッキー&クリーム。いただきます。ない、ないのかな、わかんない、ないのかな、うん、ないんだと思う。ま、で、巡り合ってないの全然、この子めぐり合数量限定って書いてあるから。なのでま、ライブに行ってみたいです。おー、ぜひ来てほしい。食べていきたいと思います。たいちゅん、こんばんは。来て来て、じゅうさん食べてる？今ご飯食べてる？あたい、今日も私ポニーテールします。ポニーテールですよ。ズー、今週末が福岡だし、さすがにこれもこれには驚いてる。あー、寂しくてめいちゃん干からびちゃうよ。シーランピ早くめいちゃんに会いたいね。会いに行って、ゆきちゃん待ってる待ってる。大阪ハロショ限定のブロワイド、もう結ぶのは販売されてなくて、え、もう本当にさ、そういうところでさ、卒業したことをさ実感するわけじゃん。もう本当にきついよね、心が寂しくなっちゃう。クッキークリームは 1.5 推しだね。すごい侍みたいになってない？クッキークリーム美味しいよね、めちゃめちゃ好き。お土産にカール買ってない、まだ何も買ってない。実はチリッチ大阪の人にも受けた、あやちゃんに受けたね。帰ろうってなって、ちょっと受けすぎて、なんかおすすめあります？受けすぎて大変だったよ。もっと泡たのね、これなんかもう溶けてるんだけど、いただきます。どうしたの、どったの。ゆったん、こんばんだい、こんばんだい。じゅうで会ってます。じゅうさん、え、ほんとに、うん、ありがとうございます。ありがとう、こちらこそ配信いっぱいコメント嬉しいあれですが、めいちゃん、めいだよ、早く帰ってきて、帰るから待ってて。クッキー入ってる系のアイスは最強。ロイヤルミルクティーのスーパーカップあったじゃん、うん、あれが一番美味しかった、私の中で。あ、ほうじ茶のやつも美味しかった。その前に俺が干からびてると思うから音声水球をかけてあげて ね、 さっき買ったんですけどね。あれめちゃめちゃ好きてます。トークポートやりたいなー。あれ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 、今日23、7歳になった。おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアユータン、ハッピーバースデートゥーユー。美味しかった、美味しかった、美味しかった。あのジリは外カリ中ふわじゃなくて、外ふわ中ふわ派なんですよ。サチがいなかったら今頃無気力になってたわね。大阪、そうだよ、サチがいなかったら。たこ焼きが、サチ呼び、私本当にサチ呼びじゃないか好き、そう、サチ、大阪派です。サチ呼び可愛いよね、サチって呼びたくなっちゃって最近はサチ急に。ま、でもお好み焼き食べてないし、おいちい、なぜか病んできて、なんでだろうね。でもそういうテンションあるよね。あ、お腹鳴っちゃったな。わかる。カリフワ、カリフワ派？ジフワ派なんだよね。元気そうだよ。まためちゃめちゃ元気だよ。またバトルじゃない？クリームソーダぶりのバトルじゃない？これもしかして？アンドユー、特ポやりたいよ。おやすみちゃん、十七秋葉で会えますように待ってるよ。ゆった、めいちゃんありがとう、おめでとう。めいちゃんに注文したチェキ、出来はどうだった？私的に今日のお昼の、あ、お昼14時の時の外での、楽しかったな、大阪チェキが一番盛り上がった。ありがとうございます。外で撮ったんだけど、外のチェキって甘いからすごく新鮮で可愛く撮りました。刺激だよ、刺激。5月は絶対行くよ、頑張ろうね。頼むし、春菊こんばんじゃい、こんばんじゃい。サッチン呼びがしっくりくるかも、いいわね。そう、私はサチ、サチって、サチって呼んでます最近。サッチャーは結構いろんな名前の呼び方する。ササって呼ぶ時もあれば、サッチャンっても呼ぶし、あとサーって呼んだりとか。メイク？で、今日のメイクなんかね、振り向かん、振り向いてくれるんだけど、なんかサーって言って言う時と、あとサチって呼ぶ時がある。トークポットって何ですの？
明日あのね、まあトークポート15日は名古屋トークポートなんです。大阪に来てメイクを変えたんですよ。1対1でトークができる大阪に来てメイクを変えたというか髪の色を染めたので、ネットでトークポートってアプリを撮ってもらうと新しいお電話特典でビデオ通話だからメイク違うんだよね。トークポートでヘイシャミよく見つけえそう私気づかなかったんだけどねしおちゃんが見つけてくれて一緒に飲んだの。明日はトークポートやるはずだし今週メイタになるはずだから前髪切れそうっていうかさこうちゃん目待ってるよ。切れそう切れそうだよ私切れそう。こっちも大阪に来てさ自分は高校生の時に前髪切ったんですけど県2位を取ったことがあります。おー気づいてくれてなくない。本当にアカウントおっちょんすアカウント変えた、うん、あれ県2位取ったことあるのすごい私も結構がっつりやってました極真空手で。まきちゃんこんばんない、こんばんない。来月も遠征組にいます。アイス食べてるから和歌山の星子号らしいけど登りをだいぶお疲れ様ありがとう。目元そだから結構はい全然大丈夫でした、ね、来月も遠征組だよよしぽんしっかりしてるこんばんみーちゃんこんばんみーちゃんしっかりしてるんだよ。アイス嬉しかったよしかも2日間も会えてハッピーハッピーみんなダメだな。いやジュニアは大丈夫よ。イケメンだテレビ電話とか前髪切ったトークポーツダメだなみんなまだまだだね待ってるよだってそこだよ私はうん。ひななたこう疲れそうおぉ3 3 3ヤッホーひななたこう疲れ様やっとけいちゃん来てからね寂しくなかったでしょ。中にメンバーとすれ違って焦った私一緒に行こうあるよねびっくりしたよね。でもまあ大阪だから今日も可愛すぎて最高おはらえー、だってえー、って何よプコ大阪行ってから見てないかも。トークポートするメンバー誰にしようか迷う来たんだ前が切る前に匂わせない。いやメンちゃんきついって毎日配信見てんじゃんタンタンディこんばんざい切りましたよ。えねよ話してるからさ、アイスすっごい溶けちゃうんですけど。コン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 間に合ってよかったね。ありがとう、フルム来てくれて。トークポートは今回はささとめいちゃんです。ガチですよ、十何年前ですが、大会の動画かろうじて保存してます。お多分流派違うのかな。じゃあ、極真空手普通にやってて、15年間やってたんですけど、初段を持ってて、全日本で優勝したこともあります。なかなか大阪で切ったんだよ。物販には間に合ってよかった。そうだよ大阪で切った。意外と県外で会うのあんまなかったから新鮮だったよ。ミミルがちゃんと違う場所にいるの。ちーちゃん何味食べてるの。ねいるじゃんって思った最悪また東京でも会いに来てね。ねレナおらんかったからトップスメンバーも会ってる方は届ける生チョコレートインバニラ食べてる。東京に見てもらったから負け組。前髪ってそんな簡単に切れちゃうもんね。自分で切っちゃうからね。め東京に帰ってくるよ。だから会いに来てよ。簡単に切れる。毎日切れる。福ちゃんハートありがとう。キュンです。あの本当に本当。私食べながらお腹鳴るんですけど、どうして毎日そう。不思議なんだけど一日でもあ一人でも最初のつけかも楽しかったから、はい、小学校学校過ごすえそうなの。それさっちゃんが悲しむよ。一日一回は多分さっちゃんとね話してよ犬の得意のこと。おいしい話して次の遠征はですね4月大阪遠征ありがとう5日間ですね名古屋で当時はついそう美味しいけどもう溶けてるよ今。前髪を切る予備決めてよ、うん、大阪市お疲れ様ありがとうね。決めても絶対覚えてくれないでしょ。話すことがある多分次会えるの28キャビタ久しぶりに大阪行きたいし、ね、また待ってるちゃんと次は一緒に待ってるよ。行けるかな。全日本はマジですごいチャンスはあったけど出る前に食べちゃいました。なんてこったパンナコッタ。でもチャンスあるってすごくない？
なってるけどね。でも空手はなんかやっててよかったなってめちゃくちゃ思います。陽平バラありがとう。情熱の赤いバラ91、そして全らしい。そう、作画もねラストなので、ね、今の何なんか来たの早い、お腹が鳴るし、ネットのタイミングかわっちハートしながら顔に当てるとなんだっけな、ゴレンジャーのピンクっぽい。なんか大阪のグルメ教えてもらったんだけど忘れちゃったな。ピンクです。食べてないんですよ。なんか来たんだけど、これは何、クッキーホワイトデーだからハッピーホワイトデーでした。もう次の日だから、15日だから何で、なんだかんだ行くでしょ、ね、きっと今日はでも持ってるけどね、最高のイチゴを食べよう、信じてるけどね、最高のイチゴを食べようの日で。でも今辛いと思うから今決めた。だからみんないっぱいイチゴ食べて、まあなんかね、それ何支えてるな、誰が投げてくれてるの、それ映らないのかな、そっち側に回るさ、通知が来ないんだけど、どういうこと、え、これは表示されないやつか、まさか、何これ、教えてよみんな、教えてくだぴー。27を買うたらもしかしたら行かないかも。なんだよね。なんかこういう時ってかぶりそうな予感するんで。今のすごいプクプクってなった。ひなたくん会うために含み合わせた、そういうこと。ありがとうマシュマロ。マシュマロってあれじゃん。そうだよ。友達でいようねってやつやん。そうそう。本当に話す。マシュマロってさ意味あれだよね。ずっと可愛い可愛い、なんかあったよね、チョキギャホー、なんかあげるお菓子の種類によって返事がわかるみたいな、知ってるみんな、ホワイトデーのやつ。え、クッキーは友達だっけ、アイシングクッキーみんなくれてんの、みんなメイのこと友達だと思ってるんだな。あ、そうだな、これ表示されないんだ。わあマシュマロありがとう、ぷくぷくなってる、かわいい。ちっちゃんがモグモグしてたことね。あら、あなたもぐもぐジリアのファンですか。めちゃくちゃ可愛いんだけど、これすごい可愛い。え、ぷくぷくしてるの何これ、めちゃくちゃ可愛いんだけど、びっくりしちゃう。急でもユニットに変えたら頼んでみようかなと思ってる。食べたマシュマロ。でもなんかさ、ありがとう、ユーチューブアンドリーもマシュマロ。大変な一日じゃない、フルムもマシュマロありがとう。あ、ピーマンお疲れお疲れお疲れつ、心配よ、お疲れつ、世界一緒に、この時に被るんですよね。ビッグ方もお疲れ様、ありがとう。カナモンって分からんけど、ヤッホー、設定違う子の名前を他の女の子の前で言うのダメだ、これファン勝手に見て楽しんでも全然違うって言われるんだけど、人によるんかな、やっぱ目による、隠れてんの、隠れなくていいんじゃねいいんじゃね、だってかっこいいね、ヤッホーヤッホーヤッホー。マシュマロめっちゃ可愛かった。普通にご飯食べながらこの間レディになっちゃうメイです。そんなこと言ってもメイが彼女になってくれるわけないし、みんなの彼女だよねえ、知ってた、なんかアメちゃんがなんかいいんだよね、あの好きですっていう意味らしい。そういうの本人に直接言われたらあめちゃんが好きですって、クッキーが友達だよね。聞いてみたら、聞いてみなよ。マシュマロはなんかジリアがこの2人見てるすごく好きなファンの人だから、なんだっけ、ジリアがなんかあった気がする、あるのよ理由みたいなのが。早め切ったよ、しよしくないノーよしです、うん、今度は表に出していきます、出して。最近ね全然、あ、あめちゃん来た、ありがとう、あめちゃん、あげてないんですけど私もごまぐ取る前に食べちゃうんですよね、ありがとう。マシュマロは嫌いなの、嘘でしょ、私今すごいマシュマロ可愛いなって思ったんだけど、キラキラする、ぷくぷくしてて可愛い、アイス溶けてるんですけど、そうだっけ、そう、まあ、でも気持ちがこもってるや、何でもいいよね正直、言うて言うて言うてな、本当にお腹鳴る。でもこのね、大阪も最後なんだよ。大好きなのに。マシュマロ。
アメちゃんもありがとう。ビー玉さんマシュマロありがとう。プクプクしてた、やっぱりプクプクしてるのめちゃくちゃ可愛いんだけど、何これ、めちゃくちゃ可愛い。しがまだ100点バイバイ頑張って、言うて元気なの心配しないで元気じゃないことぐらい分かってるんだけど、意味があるらしい。無理すんな、うろ覚えだけど緑派じゃない方の仕事頑張って、次のもぐもぐ対戦してきたと思うので応援します。ありがとう。全然だよね、伊沢原はね、ついはやったんですけど食べちゃうんだよね、あそこ YouTube に空手のなんか型板割りしてる動画帰り待ってますよ。マスラ待ってて。バーベキューの時に焼いたマシュマロが好き。この3日間ずっとシオンさんと一緒だったからね。最近あの ASMR を見るのにハマってるって言ってたじゃん、個人ルームで。そのマシュマロを、焼いたマシュマロを飴にしてる人がいて、マシュマロ飴にしてる人がいたの。その音がすごくいいんですよ。絶対甘いと思うけどめちゃめちゃ音が良くて。これさ配信だからさ、いいやん、飲んじゃダメだよね。どうしよう。トークポート選抜は2人だよ。2人なの？ダメかな。いける？え、ブラボー！ありがとう、アメちゃん。好きちゃん、好きちゃん、メイちゃんが好きちゃんだよ。配信だからダメ。好きちゃん、メイちゃん。普段だったらやってるけど。演舞してる。演舞ってさ、板を打ってるだけだから。わあ、アイドルだから。ワンダージャパンに入ってから、今配信してるから。動画で撮ろうって撮りました。マシュマロをレンジでチンするのが好き。美味しい。あ、でも焼きマシュマロと一緒の原理か。めいちゃん、昨日のめいちゃんのツイッターにそれではこちらも聞いたチンさんの話を、めちゃめちゃ可愛かった、するように心がけをかけて。でも本当に2人の話も、2人の話も、あめちゃん嬉しい、リズナータ君の話してる、うん、あめちゃん呼ばれよ。ちいちゃんどうした、大阪におるから、あめちゃん呼ばれよ。 何がどうした、飲んでいいと思うけどいいかな、呼ばれよ。ご機嫌悪いって言われそう。食べたいのを見ると非常に食べたくなってくるね。食欲、うん、今はアイスドロドロ。あ、どうしよう。今すごく悩んでる。財布の中身と。お魚の名言話待ってます。ありがとうルームマシュマロ。なんでこれ可愛いんだろう。待っててください。どうしよう。プクプクしてる。どうやって食べるの。マシュマロ好きになりそう。目がうるうるしてるに見て。マシュマロでも好きだよ。アイドルだからじゃない。あの喉痛い時にマシュマロ食べると。ケンケンこんばんは、こんばんは。アイドルどうも。喉痛いなって時にマシュマロ食べるといい。どうしよう本当に。今葛藤してる。これからの時期安原はアメちゃん舐めてることをが多いと思います。なんか降ってきた。何今の。え、何これ。星が降ってる。これはなんだ、可愛いんだけど、え、なにこれ、可愛い。え、いっぱいみんなプレゼントできたの。今日めいちゃん頑張ったから。アイドルだからね。そうよ。クッキー、ありがとう。タミさんの変顔すごいね。じいちゃんもするの。なんか字で変顔してもみんなにしてないって言われるからね。超可愛いんだけど。あの、してって言われるとできない。別にやろうと思えばできるけど、やっても、あの中途半端だから。めちゃめちゃ可愛いんだけど、なにこれ、めっちゃ可愛い。あのつまんないって言われる。将軍さんこんばんは。それ自分でも、あの分かってる。同じことしてた。あそこまで、あそこまではできないよ。だから尊敬してんの。メール塗り直したね。あれ遅いよ。なんかあのさ、アイスにさ塗ってるさ、遅いよとか言って。ピンクのさ、カラーシュガーみたい。のどちゃんはありがとう。みんなマシュマロいっぱいありがとう。私今日マシュマロに埋もれてね。ちいちゃんいつ前髪切ったの？ね、大阪中だよ。遠征中に切ったんだよ。全然気づいてくれないからさ、切れそうだった。でも切れてんだけどさ。おい。いつ？大阪中に切ったよ前髪。いつだよ。全然切ってるじゃんほら。全然切ってないよ。え、メンバーも気づいてなくない？うん、え、でもさ、言ったじゃん、メイはそういうの気づかないよって。絶対モテないと思います。わかんないよ、メイのこと好きでいてくれてる人はいっぱいいる。これ映ってたわ、今の顔。何
何今の顔こっちで映ってるわ。もしかして神さんよく気づいたね。仕事帰りに喫茶店の100円コーヒー飲みながらしばきに癒されに行く。気づいてたよ。気づいてないじゃん。配信越しにめっちゃダメージしたからコメントしてお疲れ様。そういう言い訳していいわけ。コキンちゃんだよ。コキンちゃんだよ。いやもう悩んでるけどさ、飲んでいい？コップは使ってるよ、いつも。コップ飲んでる。コップは飲んでない。コップでも飲んでる。めいちゃん、おごだよ。おごだよ。メンバーが気づかないなら、ありがとう、マシュマロ。メンバー意外に見てないんだよ。もうこれ飲んで、前髪はメイも切ったよ。これさ飲んでさ、でも悩んだっていうことを知ってほしい。長さ全然違うの。ガタガタちゃんと悩んだよって。なぜかって自分で切ったからだよ。牛乳悪いって思わないでほしい。思わないでほしい。全然食べ好きなもの飲んで、好きなもの食べよう。それな、それがいい。まあ飲んでなくそうだよ。いつの間にマジか。だてめは。ダメね、待てない、ダメねって言ったよね。しかも始まりありがとう。ごめん、めっちゃ今ジュリアの方見てた。前髪気づくの難易度はエベレスト。そうや、難しいよ。ということで、じゃあ今から私は飲みますが、行儀悪いって可愛いの見つけてくれたの、ね、ありがとう。アイス食べるの邪魔しててごめんね。いや、もうなんかいつもアイスちょこちょこ食べてる人だからさ、この1個一気に食べられない。実は冷凍庫入れれるかな。冷凍庫あんのかな。なかったらどうしよう。終わった終わったよ。終わったもある。ごちそうさまでした。前の女子力強化かも。先週え、なんで。じゃあ待ってるね。あ、そういうこと。気づいてたから。もぐもぐ見せられた。食べたくなってきた。おやすみだってね。大丈夫した。私一緒にさせたなら。あ、そこまでですね。あめちゃんありがとう。エスパーみたいありがとう。そこまでしてないよ。飲むか飲まないか悩んでるって。あ、違う違う違う。いや、なんか普通普段の私普段の朝日ジリアならしてるけど、でもご配信してるからなんか余裕悪いなって思われたくないか。思われたくないから、ね、でも言ったからね。あの言ったからね。これで言わないでね。言わないでね。え、なんだろう、ね、クレヨンしんちゃん何でも好きだよ。本当好き。可愛い。なんかもうクレヨンしんちゃんとか、ね、そう、引き寄せのポーチは使ってますよ。このちっちゃめのポーチは使ってる。ちょっとお酒飲むの。うん、めいちゃんぼちぼちお仕事頑張って。いい笑顔。飲めない。え、なんかキラキラきた。ありがとう、ヨシポン。本当にこれキラキラの出るところっていろんなところなんだね。1杯の半分ぐらいでいい。一杯の半分でいい。何にしようかな。じゃあでもね、どうかな、どうかな、寝ちゃう。どうかな、どうかな、どうかな。くるみちゃん対面の飲み方に気をが本当に本当に。じゃあ行くか。水筒と水筒と水筒と湯気。ハロプロの歌うとあと大体ねついてきてくる。寒いね今日は。終わり。いつもここぐらいで終わるよね。早く迎えに来てはた。フォローの中なった。片安心させてよ。クリアサヒしか飲まん言ったな。お茶飲むなよ。バラありがとう。情熱の赤いバラ。そして大阪ホテルから配信するのもね、これが多分ラスト。今回は寝顔ないの。あ、ジュリアの寝顔は撮ったよ。メイさんの寝顔撮ったから安心して。安心して。ジュリアの寝顔いっぱい撮ったから安心してください。いっぱい撮ってるよ。もうね、20枚ぐらい今データフォルダにあるんだから。ほんとメイっ子さん期待しててね。ほんとジュリアプリンセスの人なんだっけ。じいちゃん好き好きファンクラブ長いんだよ。ジュリファンの人待っててね。メイちゃんのはなんかもう、まあ、好きファンなんですけどね。わかんねえよ。クリアサヒ、そう、大原さんさ、大原さんだって行こうと思ったよ。キャッチフレーズあれなの。そう、そこが悩みどころ。あたしんち、めいさんたちさ、寝顔取れた？取ったからね。よっち、こんばんざい、こんばんざい、小物買っていくわ。ありがとう、ありがとう。ジュリアプリンセスって初めて、一回ね、おにぎりプリンセ
スっていうのが豪華にあったの。キーストのライブとイリリベで復帰ライブ。おお。プリンセスっていう私がお姫様だからね。楽しみにしてよ。めいちゃんの寝顔はジュリアが勝手に撮ってるみたい。あとでお金もらっておくね。私から？うん。撮影料5万円。たっけ。たっけ。そう、ジュリア姫、そう、姫だったから。冬原のサムネで感動しました。いやもうさ、歯が赤ねちゃん。基本です。歯が赤ねちゃんって。たっか、たっか。いや、スマイルザ曲のね、赤ねちゃんめっちゃいいんすよ。私大好き。これ全部食べれないな。え？無理だ。そんな感じでね、私の配信はそろそろ7時になっている。めいちゃんのというところに入れるならそれぐらい出してもいいかな思います。この花の動画見てたの今日。この花咲くや姫、寝顔送ってくださいだって。ん？寝顔誰のせろって。良平が。いいよ、のせるよ。のせるために撮ってんだよ。こっちだってそうだよ、乗せるために撮ってんだよ。別にいつも寝顔見てるからいいもん。ジュリア乗せるために撮ってんだよ、こっちだってよ。期待してくださいメイクさん。期待してください、ジュリアーヌさん。誰？スキちゃんファンブラブ。楽しみにしてろよ。目がうるうるしててどうしたって。楽しみにしてろよ。手やがしてるかしら。そういうことにしとこうよ。そういうことにしとこう。良い戦い、小田川からしたら嬉しさしかないね。メイン IUCO の3人、あれ可愛いでしょ。あれは今のね、動画すごい大好き。大好き。ちゃんとわかる？染まった後。3人でもう一回やりたいもん。そう、今切れた。やれるなら。ではね。じゃあね。終わりにしたいと思います。メイはもうちょっとやるかな。私はこの後お風呂に入って。私も入ります、ちゃんと。めいさんより早く寝ます多分。違う、いつも寝てんだよ。あのね、いつも早いよめいより。なんだ、早く寝ようと思ってないんだよ。ん、ね、早く寝ようと思ってないんだよ。待ってるって思ってんだよいつも。いや早く寝ようと思ってるよいつも。ね、待とう待とうっていう気持ちは持ってるよねいつも。うん、昨日とかひどいですよ。お休みって言ったよねって言ったけど、目お風呂があったのに寝てたよ。言った気でいたんだよ、うん、お休みって。言ってないよ。言おうっていう思って、うん、あのお風呂上がり待ってよって思うの、うん、待ってんだよ、うん、綺麗に布団抱きしめて寝てて。おかしいんだよね本当にね。もうあのね、ほんと撮り放題寝顔。一月あのさ、あの配信あのあってさ、寝始めたらみんなに早教えるんで、寝顔取りに行ってください自分で。どんだけ近づいても起きないし。爆睡してる。いや爆睡してる。でもメイさんもフラッシュ焚いて撮っても起きないから。そう。でも本当にフラッシュはやばいかなって思うの。でもその多分、うん、私の方が先に寝るから、うん、メイさんは夜撮るの。必然的に遅いね。でそうで私の方が先に起きるから。朝なんですよ。でも部屋の電気を消してるから、昨日一回ね、うん、消した後にね、もう一回つけてね、撮ってよ。嘘。で、つけたら瞬間に。で、でもそう、だから、ちょっと電気をつけるのは気づかれると思って、でも携帯のフラッシュもなんか、目つぶっててもさ、わかる時はわかるじゃん。ね、電気だとまだわかるけど、わ、うん、かんないかもしれない、でも。うん、だってもうどうせ明るいじゃん。うん、起きてるから、ね、そうだから、でも一番最初にフラッシュ焚くときはこれやばいかなと思ったけど全然起きない。携帯のフラッシュで起きませんでした。いやでもね、この人はね全然起きないですよ。なんて言ったって感謝されてるからね。私寝言でジュリアさんに感謝されてるんでね。ほんとさ、寝相もさ、いやすごいよ寝相。びっくりするんだけど。びっくりするんだけど、え、だからそういう意味ではあんま寝相変わらないよね。全然変わらない。手だけ、手だけおかしいのよね。そう、手だけすごいけど、ね、すごいよね、こと、うん、寝言言ってる？言ってない。寝息ぐらい？うん、すーだけ？うん、いびきかいてたらごめんねって言おうとしたけど、うん、え、
なんか自分の中で寝相いいと思ってた、いいと思ってたじゃないですか私は、うん、って思ってたじゃん、うん、でもそのメンバーとの遠征でその自分があ悪いんだって気づいたね。そう気づいて、でもなんかあんま信じてなかったの、うん、そんなに悪いってこと、うん、自分ではいいつもりだからさ、そうだね、うん、だからさ写真見たらさ、え、なんか想像よ想像以上に寝相悪くて、これモテないよね。いや、わかんない、それすらもう愛してくれるよきっとやば、メイさんは手の形が変です。え、そう、本当に本当に変。え、3人でやりたい。おやすみ、飲んできた、おかえり、メイク落としてお風呂入ってからやるんだよ。行きたいか、メイちゃんの方が入る。メイさんは終わったら5分以内に入る、寝ると思います。寝相悪いけど、え、なんかね、そう、寝相悪いったら寝言も言ってるらしいから、いや、今撮って、やばいねやばいわ。では、バイオリンにしたいか。口開いてるよく。メイ、寝言言わないんだよね。メイね、寝言は、いびきもあんま書かないのよ、寝息だけで、なんか、あの、死んでるかと思ってたまに言われる。でも手の形が本当におかしい、うん、なんか手が、こうなってることが多いです。だよね、そう、変なの。でもね、昨日のジュリは面白かったよ。何？パンダのお尻の匂い嗅いでたジュリアちゃんにお願いがあるって、ヨシポンが。何？わかんない。高いよ。高いって、寝言ありがとうっていう、ゆっくり休んで、ガチの音ありがとう、やべえやつ。お茶ありがとう、おやすみ、いい夢を、ありがとう。すごいと思う、メイタの寝顔はね、多分どうせ上がるから明日。バイバーイ。どうせ上がるよ、みんな楽しみにしてな、してな、また明日。